ジャチントシェル氏は、イタリアラスペツヤ生まれの現代音楽の作曲家、詩人。貴族の末裔として生まれ、ジョッチント・サルスティオに、作曲の手ほどきを受け、1935年から36年に、ワルター・クラインに12音技法を指示した。1945年以降、他の作曲家との共同作曲という作業形態をとり、少なくとも1970年代までこのメソッドで、 作品を量産した。1980年代に入ると自作の反則活動及び作曲技法伝授があるになり、アンサンブルシュタルタ、アンサンブル 2E2、e、メートルなどとのコラボレーションで知られた。ダルムシュタット化期限大を音楽講習会にも招かれた。死の直前になって、サラベール社がデサンティスト・シャーマーに預けた作品以外を全て出版し、イタリアではなくドイツで、 オーケストラ作品が初演され、共同作曲時代が詳しく暴かれたのは没後の話である。試作も行っており、CD のライナーノートに最晩年の創作が残されている。ローマ系イタリア現代音楽は1980年代末までほとんどイタリア国外に流出することがなかったが、本人が積極的に国外へのプロモーションを行ったために、西ヨーロッパ、アメリカ、 日本を中心に CD 録音が1990年代から流行した。平山道子はヤギ座の歌を2度録音した。本人の性格を反映した棒に丸が乗っただけの署名を愛好し、写真撮影を非常に嫌っていたが、第二次世界大戦以前の若干の公式写真と5歳の撮影した後年のプライベート写真は残されている。シェル氏の死後、 イタリアの作曲家、ビエーリ・トサッティは、音楽雑誌に掲載された、ジャチンとシェルシ、それは私だというインタビュー記事において、少なくとも1940年代以降の、シェルシ名義で発表された作品には、トサッティをはじめとする複数の作曲家が関与している、ということを明らかにした。トサッティがシェルシの、共同作曲者となったのは1947年からで、それ以前に一人、 同様の役割を担っていた人物がいた。なお、長木誠二は、シェル氏の作風の変化について、トサッティの証言と合致する部分が多いとし、特に、1950年代に、ピアノ曲を立て続けに書いた後、4つの商品を境目に、ピアノ曲がほとんど書かれなくなったことは、その典型であるとしている。トサッティの証言によると、共同作曲の形態は、 次のような4段階で変化していったという。最初の段階は、12音技法を用いた作品において、シェル氏が12音の音列を素材として与え、トサッティがそれに基づいて作曲をするという形態であった。この方法でまず完成された作品は、弦楽史重奏曲第1番であり、その後、前任の共同作曲者の仕事を引き継いで、トサッティが言葉の誕生を完成させた。 第2の段階は、シェル氏によるピアノの即興演奏を採布するというものであり、ほとんどのピアノ曲は、シェル氏とトサッティの紹介により採布を担当したセルジョ・カファーロの共同作業により書かれたという。第3の段階は、単音しか出せない代わりに、足車を回転させることで、微分音を出すことができる電気鍵盤楽器。 オンディオリーナをシェル氏が2台購入した頃から始まり、シェル氏が一つの鍵盤を押して、即興的に音を変化させながら録音した音をもとに、トサッティが作曲をするという作業形態を取るようになった。この手法による最初の作品、オーケストラのための4つの商品は、いわゆる一つの音による最初の作品である。1966年に、 トサッティとシェルシの関係は解消し、共同作曲者の公認に、トサッティは、自らの弟子であるリッカルド・フィリッピニを選んだ。その後、トサッティのもとに再びシェルシから、共同作業の打診があった際に、シェルシからは単純な図形の素描が送り届けられ、トサッティはそれをもとに音符を書いたという。しかし、この第4段階の作業形態を取った作品は、多くない。 トサッティの証言は、シェル氏の死後なされたものであったにもかかわらず、シェル氏の生前から、イタリアにおいては、一部の作曲家の間で、シェル氏とトサッティの関係は、公然の秘密であった。しかし、国外では、シェル氏の共同作曲の事実は知られておらず、言葉の誕生が、国際現代音楽協会の大会で所演される、ことになった際に、ゴッフレド・ペトラッシに対して、 イッサム、フランス代表の指揮者、ロジェデ・ゾルミエールが、イタリアには、ジャチンとシェルシという偉大な作曲家がいると語ったが、共同作曲の事情を知っているペトラッシは、笑いをこらえきれなかったという。シェルシの身辺が慌ただしくなったのは、ドサッティが作業をやめた1970年代である。メディチ家滞在小学生制度を利用して、ジェラール・グリゼート・トリスタン・ミューライユが、シェルシの家に押しかけて、 シェル氏の作曲法を聞き出したのである。シェル氏本人は自らの技術を卑怯化せず創作プロセスのみを伝えた。これにミカエル・レビナスとユグディフールが続き、彼らは後にスペクトル学派と呼ばれるようになった。ジャチンとシェル氏の作品一覧。ありがとうございます。